お、ちゃんと撮れてるかしら。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。このチャンネルの運営者で、今回この動画の進行役を務めますかぐや姫の姫でーす。はい、ありがたいことにこのチャンネルも開設から3年半経ちまして、初期は4人のメンバーでしたが、今では11人。初期から見てくださっている方は、新メンバーが登場するたびに自己紹介していたので、ある程度馴染みがあるとは思いますが、最近このチャンネルを知ってみてくださっている方は誰が誰だかわからないと思うので、本日は改めて全員に自己紹介をしてもらいます。では改めまして、私は月から来ました、皆さんご存知のかぐや姫です。ちなみに世界で一番美しいです。あ、本名は秘密です。皆さん姫って呼んでくださいね。マジで私可愛いな。あ、ゆえじゃない。覗き見？いや、通りかかったら声が聞こえて、一人でカメラに向かって何してるの？そんな不審者を見るような顔すな。ほら、突っ立ってないでこっち来なさい。うわって引っ張らないでよ。いつ見てもやっぱり綺麗な鱗ねー。ありがとう。それで、今日は何の動画なの？今日はゆえちゃん主役会です。本当？嘘。あのねー。ごめんごめん、今日はみんなの自己紹介の動画よ。自己紹介？確か3年前にもやったような。その時からかなりメンバー増えたでしょ？だから改めてやろうかなってね。ほら、名前と種族教えて教えて。ご本。皆さん、私の名前はゆえ、ドラゴンと人間のハーフです。好きな食べ物は果物、その中でもドラゴンフルーツが一番好き。ほむほむ、チャームポイントとかは？チャームポイント？それなら頭の角、ドラゴン族の中でも珍しい巻き角なの。他にはツインテールかしら。この角に似合ういい髪型だと思ってる。それじゃ最後の質問。好きな人はいるの？なにその質問。それに答える意味ある？別に幼馴染のクエとかただの友達だし、頼りになるところとか別に好きじゃないし、女の子同士でなおかつシャチとドラゴンが恋愛とかよくわからないし。ああ、なったゆえはめんどくさいので放っておきます。以上、金髪ツインテ三白眼のゆえちゃんでした。ちなみに彼女の料理は死人が出るレベルですわ。あれ、姫じゃないですか。おっと、その声は。一人で何してるんですか？あら、ゆえと打って変わって料理がめちゃうまなき赤じゃん。本当に何してるんですか？久しぶりの自己紹介動画よ。ほら、321杯。うわ、またいつもの無茶ぶりだ。しかも3年前と似た流れ。ご本。皆さん、はじめましての方は、はじめまして。鬼の木赤です。好きな食べ物は和菓子。趣味は料理です。得意料理は和食です。先ほども言いましたが、私は鬼です。しかし悪い鬼ではないのでご安心を。ちなみに皆さん、この子男の子なんですよ。3年前も同じこと言ってましたよね。余計なこと言わなくていいです。じゃあ3年前と違う質問を。どうして女の子の格好をしてるの？どうしてって。可愛い服着たいからじゃ。ダメなんですか？うわっ、姫鼻血が？なしじゃなくて鼻血がブシャー。あっ、大丈夫そうですね。それでは私はこの辺で、晩ご飯の買い出しに。見て、家が見えてるよ。恐ろしいね。ま、キアカが出た時点でうすうす思ってはいたけども。やっぱり出てきたわね、キヨミン。キアカ？キアカ？キアカーわーなー。キアカ、キアカーわわー。くんか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 、スーハー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 、いい匂いなのじゃ。姫。おや、どうやら私のことには気がついていない様子。じゃあ私はこの辺で、兄弟でごゆっくりん。わあ、待って、助けてくださいよ、この状況。なんじゃ姫ではないか。いつからいたのじゃ？最初からいたわ。はいはい、キアカから離れて自己紹介してちょうだいな。のじゃ？自己紹介とな。いいから早く離れろ、ブラコンストーカー。のじゃじゃ？そんなに褒めても何も出ないのじゃ。姫。それで、自己紹介とな。カクカクしかじかでね。なるなる、うまうまなのじゃ。それでは改めまして。ご本、わらわはキアカの姉で鬼の清美じゃ。そしてキアカの嫁じゃ。黙れ。あはは、キアカのお嫁さんは私だもんね。あ、好きな食べ物とか言ってもらっていいっすか？好きな人はキアカ、キアカが好きなものは何でも好きじゃ。あ、はい。それでキアカよ、一つ聞きたいことがあるんじゃが。いやだ。最近歯磨き粉変えたじゃろ。さっき歯ブラシ舐めたらイチゴの風味がしたのじゃ。そらって、こんなにも綺麗だったのね。それでは気を取り直しまして。今はあの子がよく釣りをしている裏庭にある池に来ています。釣り竿はあるのに姿が見えない。池の主に食べられちゃったのかしら？今までそんなの見たことないが。だー、マジでびっくりした。いや、別に驚かしたつもりはないが。いや、でもこっちはびっくりしたんじゃい。まったく姫はビビりだな。私ならビビらなかったが。はいはい、ゆかさんかっこいい。だから私はシャチだっつってんだろ。はい、その流れのまま自己紹介どうぞ。はぁ、マジで毎回思いつきで行動しすぎだろ、お前。お前呼びやめろ。まあ、やるが。
オッスお前ら元気してるか。私の名前はブエ。見ての通り私は人間じゃない。種族は海のギャングで最強なシャチだ。ユイとは昔からの友達だ。いつか身長を射抜いてやる。まだまだ小さいから毎回イルカと見間違えちゃう。そんなにシャチに見えないのか。あっちょちょちょ冗談だよ。涙、漏れてるけど大丈夫？む、泣いてねえし。もうこんくらいでいいだろ自己紹介は。少し短いような。あ、そういえばそんな薄着で寒くないの？ん？あ、シャチは寒いのに強いからな。しかし棒ってやつ？が多いんだ。え、そんなお肉がついてるように見えないけど。なんだよ疑うなら触ってみるか？いいぜ腹とか腕触っても。足っぽも触っていいが付け根はやめろよな。なんだか変な感覚になる。ほんこの辺ね確か。いやあ、だから付け根はやめろはい、私かわいい。場所は家を飛び出し住宅街。それでは次からは別の家に住んでいるタケノコに会いに行きましょう。あったけのこっていうのは私たちの総称です。センスが光っていて最高やな。さて、と。さてここからさらに人材度は上がりますわよ。野田？野田、お客さんは姫だったのだ。あら、メイランこんにちは。お出迎えできてお利口さんね。野田褒められたのだ。メイランお利口さんなのだ。それじゃ早速自己紹介。玄関前じゃあれかしら。メイラン、フヤは今家いる？いるのだ。魔導書を読んでるのだ。フヤに用があるのだ。読んでくるのだ。もう少し詳しく言うとメイランとフヤ二人に用事があるのよ。のだ、メイランにもなのだ。わかったのだ、フヤも読んでくるのだ。それで自己紹介動画を。のだ、確かにメイラン自己紹介初登場の時にしかやってないのだ、2年くらい前なのだ。そうそう、しかも自己紹介の動画じゃなくて実況動画の前振りの時にしたじゃない？最近このチャンネルを見つけてくださった方は探そうと思ってもまず無理ですわね。なるほど、それでしたら改めて自己紹介専用の動画を撮るのは素晴らしい案だと思いますわ。ウェイフィアに褒められた。それでは改めまして、画面の前の皆様ごきげんよう、私はフィアと申しますわ。メイランはメイランなのだ。私の種族はご覧の通りクラゲです。そして趣味で魔女をしています。メイランはキョンシーなのだ。フィアが蘇らせてくれたのだ。でもフィアとは主従関係じゃないのだ。メイランとは家族ですわ。メイランのおかげで毎日がとても充実しています。メイランもフィアのおかげで毎日が楽しいのだ。あらあ、そういえばフィアのその触手って感覚あるの？もちろんありますわ。自由自在に動かせますし、そこそこ伸ばせますのよ。そしてひんやりしてるのだ。気持ちいいのだ。あらあら、そんな触りすぎると粘液が自由に動かせるので便利なのですが、粘液は刺激に反応して勝手に分泌してしまうのが花粉症の時の鼻水みたいな。言えて妙ですが、その例えは不快ですわ。さあせん。あっ、ちなみにフィアの手料理もユイと同じくらいまず。姫様、そんじゃ自己紹介ありがとうございました。ふう、危ない危ない。フィアは怒るとマジ怖いわね。さてまたしても場所は変わり商店街から外れまして、薄暗い森の中、鳥は歌い、花は咲き誇る。こんな素晴らしい日には地獄の豪華に焼かれて消えろ。何物騒なこと言ってるんですか。あれ、ルージャン、どうしてここに？それはこちらのセリフですよ。サキさんに用が？それもそうだけど、ルーにも用があるのよ。え、私に用ですか？もしかして何かやっちゃいました？そういうのじゃないわよ。ほら、涙目にならない。マジで天使のくせにふにゃふにゃメンタルね。その天使はメンタルが強いという偏見は何ですか？はい、それじゃ自己紹介どうぞ。相変わらずわけがわかりません。ルーのことをもっと知りたい変わり者の視聴者がいるのよ。そこそこね。視聴者さんを悪く言うのは NG。 それにしても私のことを知りたいだなんて、ふひひ。相変わらずな笑い方ねー。それじゃ自己紹介よろし？あ、はい。皆さん、はじめましての方ははじめまして。天使のルーと申します。本来は天界にいるんですが、今は分け合って姫さんたちにお世話になってます。原因は私たちなんだけどね。笑い事ではないです。はい、それじゃ好きな食べ物とかは？食べ物は、イチゴ、です。好きなものはぬいぐるみとか、ですね。ぬいぐるみ？実は可愛いものが好きで、ふへへ。へえ、そうやって視聴者に媚びるんだ。媚びてないです、本当のことです。全く姫さんは意地悪です。あはは、愛情長社畜天使のルーちゃんでした。社畜、確かに展開はなかなか大変な労働環境ですが。確か年間休日80日もないんでしょ？70日前後ですよ。でもそのくらい現世でも普通ですよね。ルー、あんた天使やめてうちに来なさい。養うくらいできるから。ほえ、一体何を言って。あ、サキさんの自己紹介はまだ撮ってないですよね。え、あ、そうね、ちょうど今向かおうと思ってたわ。な
ら一緒に行きましょう。私もちょうど帰るところでした。あ、そっか。確かルーって先の神社に居候してるんだっけ。居候、確かに会っていますけど、どほほ、天使が神社に居候なんて今まで聞いたことないですよ。まあまあくよくよしてても始まらない。それじゃ神社までレッツゴー。あふ、ああモックモフなミリー。あふ、これ姫よ、確かに触っていいと言ったが触りすぎじゃ。あふん、さわさわさわー。耳穴の手前の白い毛とかマジモフモフなんですけど。じゃから触りすぎじゃと。はい耳ふう。やあああ。ふふ。耳だけでこの反応。尻尾ならどうなっちゃうのかしら。ね。ご少女、ご少女からもうやめてくれー。あの、もう撮影始まってるんですけど。あらあら神様なのに醜態を晒しちゃったわね。さきちゃん。グッジョは神なのに、神なのにー。あう。はいというわけで皆さん次のタケノコはこの子、森に佇む古い神社に住む神様、お狐様のサキちゃんです。私が住まわせてもらっている神社の神様です。お稲荷さんが好物でおっとりしていて素敵な方です。おいカメラマンのドアップで私たちが見えない。あはいはい。クフフルーのやつ褒めるのがうまいわい。改めてよはこの神社の神、サキじゃ、コンコン。このまま私の膝の上で自己紹介するの？よいよい、姫の膝はもちもちで座り心地最高じゃ。それはようございました。と言っても名前も種族も好物も言ってしまったしの、他に何を言えばいいのか。あっそうじゃそうじゃ、この神社ではたまにキアカが巫女服で掃除やお守りの販売など手伝いをしてくれてるんじゃ。画面の前のお前さんらも。もしかしたら巫女キアカに会えるかもな？それ自己紹介じゃなくてこの神社の宣伝じゃん。なんかサキさんこれ以上信仰失うと消えちゃうみたいなんですわ。ぬぅ、めっちゃゾクゾクしますよね。は？今のところサキの信仰者は私だけ。つまり私がそっぽ向いたらサキさん消えちゃうんですわ。めっちゃゾクゾクする。悪魔かお前さんは？のんのん悪魔の子はまだ自己紹介してないわよ。それではロリババア神様のサキさんでした。姫はロリを取ったババアじゃな。もう信仰しない。わあ、冗談じゃ冗談。はいまたしても可愛い姫ちゃんのドアップです。ああやって先をおちょくるの楽しい。私が先のこと進行しなくなるわけないのにねー。だって、消えちゃうだなんて、悲しいじゃない。さてさていよいよ最後のタケノコ悪魔の子を紹介したいんですけども。は？姫さん。あ。その声は、ねえ、私タケノコの中だと結構子さんな方だと思うんだけど、いつ紹介してくれるのかなってゆえちゃんの時からこっそりついてきてたんだけど、さっきさ、リリーさんの紹介で最後にするつもりだったよね。私のこと、完全に忘れてたよね。殺さないで。質問に答えてほしいな。私のこと、忘れてたの？そのようなことがあろうはずがございません。本当に？じゃあなんで今まで紹介してくれなかったの？それはほら、好きな人には意地悪したくなっちゃう的な。それ、本当？マジマジ大マジ、私レイコのこと大好きさ。にゃははなんだそれならよかったよ。そうそうドッキリ大成功的な。もう姫さんやめてよー。呪っちゃうところだったよ。ひえ。やっほーみなさんこんにちは。冬霊の霊子さんです。ちなみに本名じゃないよ。霊子って名前は姫さんがつけてくれたんだ。私が命名しました。つまり私が霊子のままです。ちなみに霊子はタケノコのアイドル枠です。にゃははが口癖で超フレンドリーでチャームポイントは片目隠れ。人懐っこい性格でまさに猫ちゃんみたい。ちょっと姫さん、人気投票やコメントでも一番霊子が多くて子さん視聴者はみんな霊子のことが大好き。ちょっと姫さん、褒めすぎだよ。ちなみに幽霊の体は年中ひんやりしてるみたいで、夏場は私が抱きついて寝てます。少し恥ずかしがりながら添い寝してくれる霊子の顔マジ可愛いわよ。ねえ姫さん言い過ぎ、さすがに言い過ぎで恥ずかしいよ。しかも添い寝してるの言わないでって言ったじゃん。だって事実じゃん、霊子が可愛いの。もう姫さん知らない。はい、幽霊の霊子ちゃんの紹介でした。ふう、マジでド忘れしたのバレなくてよかった。身近に言い過ぎて逆に忘れた的な。あはは。やっぱり忘れてたんだね。マジで怖かった。やはり霊子を怒らせてはいけない。さてさていよいよリリーの紹介に移りたいんだけど、なんかこの辺のお店見て回ってるらしいんだけど、なかなか見つからないのよねー。そんで霊子に見つかったわけでして。あ、かぐやさんじゃん。あ、やっぱりかぐやさんだ。背が高いから遠くからでもすぐわかったよ。なになにこの美人なお姉さん、リリーさんの知り合い？そうそう、月から来たお姫様なんだよ。え、マジ？超ヤバ、ウケるる。あ、そろそろ塾の時間じゃん。リリーさんまたねー。今度 LINE 送るねー。うん、二人とも超楽しかったよ。
今のキャピキャピな高校生ちゃんズは？さっきスタバで会って仲良くなったんだ。偶然同じ飲み物注文してて長期が合うじゃんってね。さすがギャルはコミュ力がちげえや。さて最後のタケノコは褐色ギャルラミア悪魔のリリーさん。改めて言われると私属性が多いね。それで何何？みんなの自己紹介の動画？まさしくその通り、新規の人のために改めてね。それでは改めてリリー自己紹介をなしやす。オッケー、任せてよかぐやさん。ヤッホーみんなこんちゃす。魔界から遊びに来てるリリーです。かぐやさん、私は姫のこと勝手にかぐやさんって呼んでるんだ。呼ばれてます。今はかぐやさんの家にお泊まりしてるんだ。好きな食べ物はスイーツ。チャームポイントはうんどこだろう。リリーって全体的にセクシーよね。急にどうしたのかぐやさん。いや、その辺をチャームポイントとして紹介しないのかなって。なんかちょっと今の気持ち悪いよ。は？あ、ああそういえばおでこにある目って本物？うん、もちろん本物だよ。頑張れば目が合った人に催眠とかかけられるし。はい、ハレンチ。うん、どこがハレンチなのか全くわからないんだけど、かぐやさんってたまに変なこと言うよね。よく言われます。あ、最後に一応聞くけど今って好きな人いる？本当に今日のかぐやさんおじさん臭いな。でもそうだね、気になってる人ならいるよ。お、マジマジ誰誰？キアカくんかな。キアカくんかなりのイケメンだよね。またキアカのカップリングが増えるのか壊れるな。ちなみにそのことキヨミンには言わない方がいいわよ。はい、というわけでタケノコ全11人の紹介でした。ちょっと駆け足気味だったかもしれませんな。まあ各メンバーの詳しい掘り下げはまた別の動画で。例えばユイの種族はユイ以外もいないとか。え、なにその話？キアカは鬼であることにコンプレックスを抱いてるとか。え、そうなの？キヨミンは鬼の姫で一族全員やっちまったとか。さっきから重くない？クエはもともと売れっ子だったとか。急にパンチが軽くなった。いつか明かされるその日まで。それではまた次の動画でー。バイバイ。あれ、俺っちは？あんたを紹介すると著作権で切りつけられるから無理よ。にゃにゃ。Thank you.